こんばんは。格ゲー衰退論を見るたびにかなりへこみます。格ゲーが合わなかった人の愚痴であれば理解できますし、そのような意見もあっていいと思います。現代はアフィブログなど対立煽りがお金になる時代であるため、煽りを気にしたら負けですが、しかしながら明らかなエアプによる斜め上の衰退論を見ると複雑な感情に襲われます。歴戦の格ゲー王子はどのようにして耐えているのでしょうか。確かにね、はい、衰退の話ですね。あのね、エアブによる斜め上の衰退論、これ多分いろいろあるんだけど、よく見かけるのがさ、その昔、スト2をちょっとやってた、まあ、もうちょっと新しく言って例えば学生の時にギルティギアやってたとかね、まあ、メルブラでもいいんだけど、まあ、そういう感じのゆるーく昔ゲームやってて、でその後普通に社会人とかになって、もう格ゲーはもう一切やってない、まあ、10年ぐらい経って、でもうずっと経った後に、なんかツイッターに書くこともねえからちょっとなんかイキったツイートしてえなってなった時に、そういえば俺昔格ゲーやってて、まあ、最近のことよく知らんけど、まああのゲーム、まあ、衰退したよなみたいな、あのすごい浅い考えのツイートをすることで炎上してしまうと、大体そういうパターンなので、基本的にはね、あのレベルがね低すぎるというパターンが多いです。あのやってないんでしょうがないんですよね。そのあ、ちょっと待って、オートパス、はい。例えばだけど、そうだな、まあ俺は学生の時に中高ってあのバスケットやってたんですけど、で今バスケの話すると楽しいのよ、もちろん。あのバスケット楽しかったなみたいな、あれきつかったわみたいな、昔語りってさ基本的に楽しいんだよね。いや北斗じゃなくて、あの普通にバスケットボールっす北斗の件じゃなくてバスケットボールの話な。で昔の話するのってやっぱおじさん的にはね、こうね、あの嬉しいんですよ。キャバクラじゃないんだけど、まあ、っていう感じになるんで、まあ、昔のことをね話すはね楽しいんで、そういう感じでね、こう温かい目でみんな見ているんじゃないかなと私思います。そうだね。ただまあめんどくさいな、やっぱそういうようわからん衰退論みたいなやつを見て、まあ、意外とその影響力が高い人がねそういう話をしちゃったりするんで、なんか今そういう感じじゃないんだけどなみたいな思うことは結構ありますね。それはそう。最近の格闘ゲームやっぱりコマンド入力とかあるのが良くなかったよみたいな、コマンドのない格ゲー山ほどあるわ今ちょっとでもやってみろやみたいな大抵さ、あの何々した方がいいと思うみたいなやつすでにあったり、過去にやって失敗したり、もうなんだろう、歴史知ってれば絶対そんなこと言わねえだろみたいな話やつがすげえ多いんだけど、まあ、知らないんで言っちゃうんですよねっていう感じなんで、こればっかりは格ゲーに関わらずいろいろあるんじゃないかなって思うし、自分もねやっぱ結構気にしたいですね、こういうのはね。なんかあのうっかり結構ね言っちゃいそうになるんですよね、こういうのね。なんか何々って何々した方がいいと思うのにビシーみたいなさ、ツイートみたいな、まあ、実際にはその意見ってすっげえあっさーぐらいでのことが多くて、まあ、気をつけた方がいいんじゃないかなと私思います。はい、こんな感じで、お便りいただきありがとうございます。我々がね、どのようにして耐えてるのかっていうと、あのなんだ、泣いてる赤子を見てるような気持ちで見てるので、たまになんだ衰退論言ってる人にさ、あの格ゲーマーが絡んだりするじゃん。あれって遊びに行ってるだけなんでまた面白いやつが来たなっつって、ちょっと軽く遊びに行くかみたいな、はい、っていう感じでねやってる人が多いんじゃないかなと思います。はい、お便りいただきありがとうございます。